が作ったのは町を見下ろせる展望台です。僕は展望台から在来線や新幹線を見るのが好きなのでこれを作りました。工夫したところはモーターを2個使い、いろいろな仕組みを作ったところです。では、動かします。このように傾きのセンサーが反応すると音楽が鳴るようになります。センサーの前を通ると音楽が鳴ります。このようにエレベーターでは2回音楽が鳴ります。いや、ちょっと待って、動かないで、お願い。展望台は回り続けます。このようにエレベーターは降ります。この作品は作るのがとても大変でした。